石巻女川インターチェンジは、宮城県石巻市にある、三陸自動車道のインターチェンジである。計画時の過小は、石巻北インターチェンジであった。石巻市蛇田地区、石巻赤十字病院に隣接する位置にある、ダイヤモンド型の IC である。開業前には、石巻赤十字病院への救急車緊急、体質路が設置されており、下り線体質路は、 700メートルほど手前に設置されていた。東 IC は元々の計画にはなかったが、三陸自動車道の延伸、山本石巻道路の無料化による交通量の増加などを経て需要が増大。三陸縦貫自動車道アクセス道路建設促進、規制同盟会の国への働きかけなどもあり、2011年2月に建設が決定。 当初は2012年度の着手を目指していたが、東日本大震災からの復興事業に組み込まれることにより、2011年度第3次補正予算にて、当該区間4車線化ともに事業化された。東 IC と国道398号石巻北部バイパスをつなぐアクセス道、宮城県道296号石巻、長川インター線も同時に整備し、 2015年10月4日に開通。東 IC の建設によって、石巻河南 IC 周辺への渋滞緩和、石巻トゥモロービジネスタウンへの企業進出促進、災害時の救護救援活動の迅速化などが期待されている。女川方面からのアクセスも10分以上短縮される。無料区間のためなし。ありがとうございます。